皆さんこんにちは。今日はね、この旭川沿いに来てますね。もうこれ立ち退き工事でね、ほとんど人は住んでないんですけど、今日はね、この先にある津山線の駅に行こうかなと思います。ちょっとなんか軽くウォーキング的な感じです。この辺ね、昔つい最近まで家建てたんですけどね、なくなっちゃいましたね。普通に建ってたんです。
ちょうど半分ぐらいですね、駅まで。あともうちょっとで駅に到着します。はい、もう駅がね、すぐ近くにあります。踏切を越えたところに駅があります。もう見えてますね。まあ当然ながらね、無人駅ということですけど、ミュージアムがあるんですね。ちょっと今日は、行かないですけど、こういうとこもあるということでご理解いただけたら、はい、で今日はちょっと駅に行ってみようかなと思います。個人的には結構好きな駅の一つでもあるんですよね。備前原駅、こちらでございます。当然無人駅なんですけども、まあ、こんな感じのね駅でございます。かなりね、昔からね、このような運賃切符をね、入れる専用のボックスです。無人駅ならではです。まあ、本数もね、結構あるということになってます。でも切符は売ってないんですね。こういうのあるんだ。
はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。なんか毎回狙ったかのように起動者が来てくれるという感じでございますけど、まあ、今日は、まあ、昔ながらの、集落、まあ、立ち退きなってた、もうなったんですけど、立ち退き場所からのこの備前原駅ということで、ちょっと軽く歩かせていただきました。まあ、昔ながらの、雰囲気がまだ残る、エリアかなと思いますけど、まあ、これから先ね、もう集落も完全にね、なくなって拡張工事で道が広げられるというような感じになってますけど、まあね、こういう場所も あったんだという感じでご理解いただけたらなと思います。まあ、結構また駅シリーズいろんな角度で、見ていこうかなと思います。今日もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいつも動画見てくれてありがとうございます、はい、グッドボタン、ブロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。